これは20年前の話。毎年恒例の花火大会の日、俺は道でうずくまっている一人の女の子を助けた。大丈夫ですか？怪我してるんですか？うるさい。反抗的な彼女だったが、俺は放っておけず半ば強引に手当てをした。すると彼女からはとんでもない言葉が返ってきた。おい、お前、この借りは体で返す。俺はその発言に思考が止まってしまった。え、何言ってんの？別にそんなこと求めてないよ。しかし翌日、彼女は本当に俺の家に来た。そして俺の部屋に案内すると、彼女はいきなり上着を脱いだのだった。俺の名前は川北匠。大学を卒業してから実家の酒屋を継いで早15年になる。妻の名前はあかり。俺は妻と2人の子供たち、あと俺の両親の6人で暮らしている。上の娘は大学生になり、下の息子は高校生になった。娘はおとなしめな性格だが、芯がある優しい子で、息子も多少喧嘩っ早いところがあるが、男気がありいいやつだ。よく喧嘩をして帰ってくるが、これは妻のあかりに似たのだろう。いらっしゃいませ。今日もいつもの日本酒ですか？うん、それにしても今日もあかりちゃんは美人だね。ありがとう。ねえ匠、私美人だって？そりゃあかりはいつだって綺麗ですよ。今日もいつものようにうちの店に来てくれた常連とたわいもない話をしながら笑っていた。俺とあかりは20年くらい前に出会った。大学を卒業して実家の酒屋で働き始めて数年経ったある夏の日、その日は近所で恒例の大きな花火大会があり、うちの店の前の通りも浴衣姿の人たちでにぎわっていた。毎年この花火大会の日には、氷水でキンキンに冷やしたビールやチューハイを店の前で販売していた。夕方頃になると、俺は両親と弟と一緒に店の中の在庫からビールの箱を次々と運び酒を売っていった。ある程度ピークが過ぎると、父親は俺に休憩してこいと言ってくれた。ちょうど花火も一番盛り上がっている時で、河原の方は大勢の人でにぎわっていた。盛大な音とともに色鮮やかな花火が夜空を照らし、俺は缶ビールを飲みながら家族や恋人同士で花火を見上げている人たちを眺めていた。いつか俺も彼女と二人でこの花火大会に来たいな、なんて考えながら河原を後にした。河原は混んでると判断した俺は公園の方から帰ることにした。するとその道中、道端にうずくまっている人がいた。俺はすぐに駆け寄り、どうかされました？その人は金髪のロングヘアの女性で、腕を強く押さえていた。大丈夫ですか？怪我してるんですか？うるさい。その女性は低い声で言った。思いもしなかった否定的な反応に一瞬戸惑ったが、俺は急いでポケットから携帯を取り出し、今救急車呼びますね。おい、やめろ。俺は驚き電話をかけるのをやめた。彼女は顔を上げ俺を睨んでいた。救急車なんかいらない、ほっかっといてくれ。そう言うと彼女は再びうずくまった。何か救急車を呼ばれたら困ることでもあるのだろうか。しかしこのまま放っておくこともできない。すぐ救急箱を取ってくるんで待っていてください。俺んちここからすぐなんで絶対に動かないでください。とにかく苦しんでいる目の前の彼女を助けないとと思い、俺は走って家まで帰った。家に着くと救急箱と水を取り、急いで彼女のもとへ戻った。俺はとりあえず彼女に肩を貸し、
道端から公園へゆっくりと移動した。私に構うなってば。暴れる彼女を引きずるようにして、なんとか公園のベンチに座らせた。怪我してるのに何言ってんだ。俺もついカッとなり、強い口調になってしまった。そんなことより手当てが優先だと思った俺は、冷静になり、ベンチに座った彼女の怪我の様子を見てみた。押さえていた左腕からは流血していて、それだけでなく、体のあちこちに打撲のような跡があった。さらに顔も殴られたように見受けられた。それはまるで派手に喧嘩をしたかのような怪我だった。なんでこんな怪我したの？喧嘩でもした？分かってはいたが、彼女は答えようとしない。不機嫌そうに険しい表情をしている。おそらく俺より年下の女性だろう。喧嘩したんだろうけど、こんなになるまでするかな。俺の弟も結構やんちゃだったこともあり、怪我の手当ては慣れたものだった。疲れてきたのか、彼女は少しおとなしくなり、腕の傷口を水で洗い流し消毒をした。他の傷への応急処置もある程度終わると、彼女は突然話し出した。私はレディースだぞ。見たらわかるだろ。確かに言われてみると、彼女は特攻服を着ていた。そうなんだ。でもなんでそんな喧嘩したの？俺もベンチに座り、彼女に尋ねた。敵の総長とやり合ったんだよ。今の時代にもこんなことがあるんだな。道理でこんな派手な怪我もするわけだ。ここまで怪我するような相手なら、初めから逃げた方がいいんじゃない？俺はいつも弟に言うように彼女に言ってしまった。しかし彼女は首を横に振り、逃げるわけにはいかねえんだよ。何言ってんだよ。こんな怪我で済まないかもしれないんだぞ。私は総長だ。仲間を置いて逃げるなんてありえない。え、総長なの？俺は思わず聞き返してしまった。どう見ても女子高生くらいの年齢なのに、総長であることを知り、俺はとても焦った。総長である前に女の子だろ。怪我なんてすんなよ。そんな特攻服なんか着てないで、浴衣を着て花火を見に行けよ。彼女ははっと驚いた表情で俺を見上げたが、すぐに俺を睨んだ。お前、親でも彼氏でもないくせに偉そうなこと言うんじゃねえ。手当てなんてしたって、どうせまた怪我するんだから意味ねえよ。だから怪我なんてすんなって言ってんだろ。黙ってしまった彼女に俺は小さくため息をつき、怒鳴ってごめんな。とにかく無茶すんな。おいお前、この借りは体で返す。俺はその発言に思考が止まってしまった。え、何言ってんの。別にそんなこと求めてないよ。借りを返さないわけにはいかねえんだよ。彼女は顔を真っ赤にしていた。彼女には総長としてのプライドがあり、この調子だとどれだけ断っても引かなそうだったので、分かった、分かったから。じゃあ今度お前の家に行くからな。俺は胸ぐらをつかまれ、至近距離でそう言われた。そして翌日、本当に彼女は家に来たのだ。両親には友達と紹介したが、当然驚いていた。さすがに特攻服ではなかったが、金髪で傷だらけの女の子、誰が見てもただものではなかった。しかしそんなことを気にする両親ではなく、すぐに彼女を笑って出迎えていた。客商売をしていることもあり、多少のことでは動じないのだ。とりあえず俺は彼女を部屋に案内し、ベッドに座った。体で返してくれるんだよな。何回も言わすな。お互い無言になり、気まずい雰囲気になると、彼女はいきなり上着を脱いだ。
俺は思わずハッと声を上げてびっくりしてしまうと、彼女はノースリーブの格好になっていた。そして不思議そうに俺を見つめ、お前の家酒屋なんだろ、手伝ってやるよ、体で返すって言っただろ。え、あ、そういうこと。俺は状況を整理し、彼女にバレないように冷静さを取り戻した。いやまだ怪我が治っていないだろ、大丈夫だよ、あんたの手当てのおかげで治った。嘘つけ、どうせ病院にも行ってないだろ、本当に手のかかる子だな。呆れて彼女に言うと、なぜか彼女は笑った。この時俺は初めて彼女の笑顔を見た。それから彼女は毎日のように店に手伝いに来た。両親も彼女のことをすぐに気に入り、いつの間にか彼女に給料も発生していて、完全に従業員となっていた。日に日に会話も増え、今では昼食も一緒に食べるようになった。お前、可愛い子を捕まえたな。何言ってんだよ父さん。両親はすでにあかりが俺の彼女だと勘違いをしていた。そんな話になると、いつもあかりは顔を赤くして舌を向いていた。ある日、うちの店に珍しく柄の悪い客が来た。はあ、天竜が置いてないだと。天竜とは製造数が少なく貴重な焼酎のことだ。そもそも入手することが困難で、今の時期ではまず手に入らない。もちろん酒屋に入ることもないのだ。しかしそんなことは関係ないらしく、無茶なクレームを入れてくる。おいおい、ここは酒屋だろ、置いてないってどういうことだよ。ドンと肩をつかれ、俺はよろけた。最悪警察を呼べばいいと思い、とりあえず謝罪だけして引き取ってもらおうと頭を下げた。すいません。謝罪なんて求めてねえんだよ、なんとかしろ。俺はぐっと胸ぐらをつかまれ、本格的にやばいと思った時、奥で在庫を整理していた明かりが出てきた。胸ぐらをつかまれている俺を見ると、血相を変え、そのまま店の中に飛び込んできた。彼女は俺の胸ぐらをつかんでいる手を振り払い、何すんだこの野郎、俺は客だぞ。怒った男は明かりに手を出そうとした。しかしその男の手首をつかみ、鋭い表情で睨んだ。ねえもんはねえんだよ、とっとと帰れこの野郎。店中に彼女の怒鳴り声が響き渡り、そのまま彼女は片手で男を突き飛ばした。これ以上騒ぎ起こしたらただじゃおかねえぞ。そこには確かにレディースの総長がいたと感じた。そして男は顔色を変え、慌てて店を出て行った。彼女のおかげで難を逃れたわけだが、彼女は気まずそうにうつむいたままだった。俺は無意識のうちに彼女の肩をつかみ、あかり、ありがとう、正義のヒーローみたいだったね。すると彼女は顔を上げて俺を見た。さっきまであんなに強気だった彼女は今にも泣き出しそうになっていて、俺はそのまま彼女を抱き寄せた。あかりに怪我がなくてよかった。そして彼女は小さな声で、匠の方が。何でもないっていうか、私のことに口を挟むなっていつも言ってんじゃん。私の怪我なんて気にするな。ああそうだったね、俺は親でもないし彼氏でもないからね。でももし俺があかりの彼氏だったら心配してもいい？確かに彼女はレディースの総長であり、俺よりずっと喧嘩も強いんだろうけど、いつからか守ってあげたい存在になっていた。俺と付き合ってくれないか？俺はお前が好きだ。そして彼女は小さくうなずいた。来年は一緒に花火見に行きたいな。
彼女は頬を真っ赤に染め小さくうなずいた。こうして俺たちは付き合うことになり、彼女は俺より8歳年下で高校を卒業したばかりだった。高校卒業後は学生の頃から所属していたレディースの総長として生活していたという。しかし俺の家に手伝いに来るようになってからはレディースの活動には全く参加していないらしい。ある日二人でデートに出かけると、総長、こんなとこで何やってんすか？あかりに声をかけたのは特攻服を身にまとった派手な女性たちだった。ちょっと顔貸してください。でないとその男にも迷惑かかりますよ。わかった。俺には何が起きているのかわからなかった。ちょっとここで待ってて、私が戻るまで動かないで。そう言うとレディースの人たちと一緒に行ってしまった。嫌な予感しかしなかった俺は、彼女たちの姿が見えなくなるとバレないように後をつけた。狭い路地を抜け、少し開けた場所には20人ほどのレディースたちが集まっていた。そして明かりは取り囲まれているように見えた。抜けたいってどういうことですか？言葉の通り、もうやめたいの。今さらそんな簡単に足洗えるわけないでしょ。もしどうしても抜けたいって言うならルールを守ってください。するとそこにいたレディースたちは一気にあかりに向かっていった。あかりは今まで仲間だった人たちに容赦なく殴られ続ける。しかしあかりは全く抵抗することなく暴行を受け続けていた。手応えを感じないレディースたちは近くに転がっていた鉄パイプを手に取り振り上げた。俺はとっさに飛び出し、彼女に群がるレディースたちをかき分け彼女の前に立った。もうやめろ、これ以上あかりに手を出すな。あかりは初めて会った時のようにボロボロになっていたが、俺のことを見てニコッと微笑んだ。大丈夫、これで私はチームを抜けられる。たくみ、来てくれてありがとね。でもこれはチームの決まりだから仕方ないの。あと少しで匠と一緒にいれるようになるから。そう言って俺の背中を押して返そうとするが、俺は動かなかった。チームの決まりなんて俺は知らねえ。これ以上あかりに手出したらただじゃおかねえ。俺は自分を奮い立たせてレディースに向かって叫んだ。ここに来る前にすぐに警察を呼べるようにって親に話しておいたから。そう言うとレディースたちは互いの顔を見合わせその場を去っていった。俺は緊張の糸が切れどしっとその場に座り込んだ。たくみ、なんでここに？あかりを危険な目に遭わせるわけないだろ。俺はお前の彼氏なんだぞ。腰が抜け声も震えているダサい俺のことをあかりはギュッと抱きしめた。ありがとう、ありがとう。あかりは涙を流しながら何度もお礼を言っていた。そして俺たちはあかりを手当てするために彼女の家に向かった。彼女の部屋にはベッドとテーブルと小さな棚があるだけでどこか無機質な感じがした。きっとここにもあまり帰っていなかったのだろう。そして俺は傷の手当てを済ませ彼女の頭を優しく撫でた。これからは俺がいるから安心しろ。そう言うと彼女は俺を見上げて微笑んだ。それから1年後に俺たちは結婚した。そして2人の間に子供ができると実家を改装し、両親も含めて家族全員で一緒に暮らすことにした。今では両親の後を継ぎ彼女と2人で酒屋を切り盛りしている。相変わらず美人な彼女は店頭にいるだけで目立ち、彼女目当てで店に来る常連客もいるほどだった。そして年に一度の花火大会の日が来た。いつものように家族全員で準備をするが、この日ばかりはすでに引退している両親も
俺たちの子供たちも店を手伝ってくれる。あかりがいることで例年よりもさらに酒が売れ、忙しさも倍増した。両親と子供たちは俺とあかりに休憩してきてと言ってくれたので、俺たちはビールを片手に河原へと向かった。本当に匠と一緒に花火大会に来れたね。嬉しい。俺もあかりとここに来れて嬉しいよ。これからも毎年見に来よう。そう言うとあかりは返事をするように俺の手をぎゅっと握り、色鮮やかな夜空を二人で見上げた。最後までご視聴ありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。